二数を名乗っていないが、過去にはに3名の存在が確認できる。なお、他に、花丸の名跡では経過丸があり、上方では、初代経過団治や三代目、昭福亭四角が名乗った。東京では三代目経史太郎が二つ目時代に名乗っていた。林や花丸幕末に、花丸の名前がある。二代目、林や花丸は、落語家。初代、 林や菊丸の門下でその実施。全身は、伊勢の料理屋だと伝わる。林や菊作り、二代目、林や小菊丸を経て、花丸を名乗る。二代目、林や菊丸の弟。得意ネタは、国境改良話と記した文献があった。人情話を引いて、父村を得意とした。 明治二十年代から三十年代にかけて、臨家一門の中心人物で大活躍をした、大看板だった。同世代の方を並べた話家には、後の七代目、桂文治、三代目、桂文江、三代目、桂文蔵等がいる。明治三十年代末に没した模様。本名は、菊本ゆ吉ち。林や花丸は、落語家。 天ヶ崎工業高校卒業後、サラリーマンを経て1957年、三代目、林家染丸に入門し、染太郎から、花丸となる。後に四代目、昇福亭四角の門下に移り、昇福亭花丸を名乗る。初舞台は1959年の戦日劇場。KBS ラジオの KBS ワイドスコープのパーソナリティも務めた。 1973年3月に廃業。その後は、名古屋で芸能マネージャーをしていた。得意ネタの一つだった、相撲場風景は六代目小福亭昇格にそっくりだと言われた。二代目染丸門下の林家うさぎはジップ。本名、島洋一。林家花丸は、兵庫県天が崎市出身。本名、 船引き氏出林は、ダーク。桃山学院大学社会学部卒業。1991年11月、四代目、林家染丸に入門し、花丸を名乗る。林家染丸一門の師匠筋の二代目、林家染丸の十八番だった、電話の散財を受け継ぎ、しばしば講座にかけている。染丸一門の芸風である、もっちゃり。 はんなりを受け継ぐ、正当派でありつつ、最近は古典落語の間に、独特の感性でセンスあふれるギャグを盛り込み客席を、爆笑の渦に巻き込みファンを獲得している。年に40回は、宝塚歌劇を鑑賞するほどの宝塚ファンとしても、知られる。天橋光を名乗り宝塚ファンの落語家が歌劇を、公演にする。 話しか宝塚立ち上げメンバーかつトップスターでもあったが、2017年の第6回公演で落語に専念するため黒門付きに緑の袴姿で本家張りの卒業セレモニーを行って引退した。馬や家事では視線を含めた仕草で女房の心の揺れを見事に演じ、人情を話しこうすけ持ちで人物の情を巧みに描き出し観客の涙を誘っている。 30国の船歌も評価が高い。ありがとうございます。